セルビア総主教パブレは、セルビア正教会の主座たる、セルビア総主教。正式な称号は、ペーチ大主教、ベオグラード及びカルロブツィノフ主教、セルビア総主教、パブレ戦へ。パブレは、宗教抑圧策を取る、共産主義国家としてのユーゴスラビア時代に主教となり、総主教在位の間にはユーゴスラビアが解体していく、時期における、 民族紛争が激化するセルビアにあって民族間の融和に努めるなど生涯を通じて困難な情勢にあるセルビア正教会の指導に当たった。コソボの中世建造物群も参照セルビア正教会の修道院にて新品、信徒たちと主教としての任に当たっている間、コソボにおけるアルバニア人による正教会の修道院の破壊、修道所への合姦 セルビア人墓地の破壊などについて警告を行い、コスボで侵攻するセルビア人に対する民族浄化の傾向に有料を示していた。自身も1989年にアルバニア人の若者数名に襲われて全治3ヶ月の重傷を負ったが、ハリスティア人としての許しの精神により、報道機関による報復的な非難を拒絶した。伝統的に、 セルビア正教会は特定の政治的運動に組みすることを行ってこなかったが、極めて稀な例外として、NATO による空爆が終了した後の1999年6月、パブレ総主教の元のセルビア正教会聖治のドアミロシェビッチに対人勧告を行った。パブレ総主教は、歩く聖人と呼ばれた。その謙虚な人柄によるほか 自分の自動車を持たなかったという具体的事実による他のすべてのセルビア正教会の司教たちが教区を巡回するために自動車を所有していたのに対しパブレ総主教のみは自動車を所有しなかった理由を聞かれたパブレ総主教はこう答えたという私はコスボとメトヒアに住む全てのアルバニア人とセルビア人が自動車を所有するようになるまで 自動車を購入することはありません。晩年には、パブレ総主教は、心臓と肺の病のため療養生活に入り、不主教アンフィルヒエが総主教代行の任に当たっていた。治療を受けていた、ベオグラードの軍医病院にて、2009年11月15日10時45分、了承後に永民。95歳だった。パブレ総主教は、 全世界の聖教会の中で最高齢の総主教であった。埋葬式はコンスタンディヌーポリ総主教バルソロメオス一世が司党を行ったほか各地域から多くの主教が参党。セルビア共和国大統領ポリスタリッチをはじめとした政府高官も多数参党した。多くの市民が壮烈に加わり、総主教に哀悼の意を表した。 パブレ総主教の埋葬式の際、葬列に加わった群衆、パブレ総主教の墓。ありがとうございます。